人生で一番の恐怖体験って何ですか？いっぱいあるけどな。ホラー系じゃない方がいいですよね。どっちなんだろうな。恐怖体験か。まあ、このブラジルの話なんですけど、まあ、その帰ってる時にサンパウロの方にちょっと、行くことがありまして。で、おばさんと一緒にちょっとサンパウロ、歯医者かなんかだったのかな？なんか、行かなきゃいけなくて。で、うちの地元がサンパウロから、まあ、夜行バスで9時間ぐらいかかるんですけど、その夜行バスに乗ってサンパウロに着いたのに20時間ぐらいかかったんですよ。なんでかっていうと、夜行バス2回バスジャックされちゃって、その時は怖かったです。もうバスジャックって結構もう、あれ出てくるような感じです。もう完全に、もう全員降りろっつって、ふわーってパーって寝てたらもう、こんなになってて、何何何何っつって、次のバスが来るまで待っててくださいみたいな感じになって、で待ってて、来たと思って乗って、また同じ展開が繰り広げられて、何この街おかしいでしょみたいな。2回もあるみたいな。また待たされて、ありましたね。